こんにちは。ここからは OHK アナのクスクスのお時間です。今週水曜日の担当は OHK アナウンサーの森夏実です。今日も短い時間ではございますが、どうぞ最後までお付き合いください。さて、早いもので今年もあと3ヶ月を切りました。最近は朝晩本当に肌寒くて、めっきり秋めいてきたなというふうに感じますよね。そんな中、私がキャスターを担当しております夕方のニュース番組 OHK ライブニュースの秋の新 CM が今放送されているんです。皆さんご存知でしたか。今日はまずその新 CM を皆さんにご覧いただきます。岡山香川の皆さん、夕方全国のニュースは私たちが、エリアのニュースは私たちがお伝えします。 OHK ライブニュース、今回の CM はなんとフジテレビで撮影してきたんです。岸下アナウンサーとともに、私は入社以来、研修以来なので 4,5 年ぶりにフジテレビに行ってきました。撮影の裏話としては、岸下アナウンサーとフジテレビに到着して、さあアナウンス室にご挨拶に行こうと思ったんですね。で、俺に任せろという感じで岸下アナウンサーが誘導してくださったので、私はこうついて行ってたんです。でもフジテレビって本当に広いんです。しかも塔が2棟2つありまして、何階かで連結されていて、その階でしか行き来ができないようになっていて、 CM を撮影している塔とアナウンス室の塔は別々の塔だったんですね。そして見事に2人とも迷子になりました。たどり着けませんでした、アナウンス室。ということで、スタッフの代表の方にきちんとご挨拶をさせていただいて、アナウンス室の皆さんによろしくお伝えくださいという旨をお伝えして帰ってきたわけなんですけれども、本当に結構フジテレビの中歩き回って探索しているような感じでしたね。すごく思い出になりました。ニュースイット夕方の全国のライブ、全国のニュースなんですが、これまではキャスター加藤綾子アナウンサーが務めていたんですね。ただ今月に入りまして、宮地アナウンサーにバトンタッチ。スタジオも近未来感のあるネオンが美しいスタジオにリニューアルしていて、とっても綺麗でした。その新スタジオで私たち CM 撮影してきたんですが、榎並アナウンサー、そして宮地アナウンサー、私岸下さんと並びまして、本当に楽しい撮影で、もう現場のスタッフさんとも笑いの絶えない和気あいあいとした撮影でしたね。本当に素敵な思い出になりました。ニュースイット秋からリニューアルしておりますので、 OHK ライブニュースはもちろんですが、全国のニュースもぜひ岡山香川の皆さんにご覧いただけると嬉しいです。そして皆さん、OHK ライブニュース普段から見てくださっている方はお気づきだと思いますが、実は4月に OHK ライブニュースのスタジオもリニューアルしているんです。その新スタジオで撮影した CM がありますので、こちらもご覧ください。OHK ライブニュース、かっこよく決まってましたか？本当に中塚アナウンサーがこの春からニュースのメンバーに加わりまして、天気予報のコーナー、ミオのライブウェザーのコーナーを担当してくれています。3人で、新たなメンバーで新スタジオで撮影しまして、リップ、小道具を使ってみたり、イヤホンをちょっと直してみたり、いろんなバージョンで撮影させていただきました。本当に中塚アナウンサーの天真爛漫で明るいキャラクターがすごく天気予報のコーナーでも生きていまして、オークンを使った明日の服装のコーナーだったり、ワンポイントを紹介する、そんな時間もありまして、
お気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、あれも中塚アナウンサーのアイデアなんですよね。そうやって自分で考えてニュースにいろんなアイデアを出してくれる中塚アナウンサーのミオのライブ映像、よろしくお願いします。そして岸下アナウンサーはスポーツ全力ライブ、そして私は対談のコーナーで森夏実のライブトークというコーナーを新たに春から始めております。岡山香川の経済界はもちろんですが、スポーツ芸能さまざまなジャンルの方をゲストにお招きして一緒に対談させていただきながら今後の展望をお伺いするというコーナーでございます。 OHK ライブニュース、本当にキャスターがそれぞれの色を出して岡山香川の皆さんに情報をより正確に丁寧にお伝えしようと日々頑張っております。秋のOHK ライブニュースもどうぞよろしくお願いいたします。そして今日も放送もちろんございます。毎週月曜日から金曜日の夕方6時9分から放送しております。こちらの OHK ライブニュースはイオンモール岡山の館内でも生放送でお伝えしているんですね。なのでイオンモール岡山で買い物を夕方している時もニュースを館内でご覧いただけるようになっています。また先ほど放送しました OHK ライブニュースの新 CM も晴れ町テレビで放送されていますので、もしお買い物をしながらモニターで見かけた際は足を止めて見ていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。